はい、どうも皆さんこんにちは。6月予選チャレンジ、皆さんもうクリアはされたでしょうか。クラカジャのケースケ実況のケースケです。ボーンという、この、昨日ね、私、ケース攻略動画を出しまして、まあ、実際のね、6月の、クラクラの世界選手権の6月予選の決勝で行われたね、配置に対しての攻め、あれをね、完全に再現して、前回取ったのと、あとはね、去年のクラクラ世界選手権世界2位の日本クラ、クイーンウォーカーズ、のリーダーのね、ユタがね、の攻略法がね、一番楽だったかなって思ってね、紹介したんですけども、そこでね、ユタがね、動画出してて、で、これ呪文なしでも全開できますよって言って、実際に呪文なしで全開してたんですよ。ただそこで思ったのが、いやいやいや、ユタ並みのうまさだから、あなた世界2位ですから、俺みたいな一般プレイヤーたちには無理だからって思ったんですよ。なので今回ね、ユタがね、実際にやっていた、呪文なしでの、6月予選チャレンジ、をね、クリアする方法、これをね、実際にやってみたいなと思います。なので、クラクラ実況をメインで日本人初チャンネル登録し10万人目指して頑張っておりますので、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。もう100人切りましたんでね、応援の方よろしくお願いいたします。で、この間みたいにね、公式さんから開発ビルドをお借りしての、先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、やってみましょう。レッツゴー。はい、じゃあ実際にね、やってみましょう。ユタ曰くね、ここのエリポンのところに出すと、ここの1マス空き配置のところに、クイーンが入ってくるらしいです。1マス空き配置っていうのは本来ね、クイーンがなかなか入りにくくするようにっていうので、開発されたんですけど、この間のアップデートで1マス空き配置ですね、4月のアップデートとかで、入りやすくなったんですよね。なので、ここで、はい、クイヒをつけてってあげて、で、アーチャー束のタギ取る前に、こう、キング出しておいてあげて、バルーンも展開していきます。で、あとはベビドラでこの大砲。カットしてましたね。カットしていってあげて、さあさあさあ、これでカットしてあげてからのロイヤルチャンピオンを差し込んでいく。これで本当に取れんのかな、マジで。ちょっと時間切れ防止でアーチャー出すの。で、あとフィストのタイミングがね、重要らしいんです。で、この巨大爆弾が出てくるんで、巨大爆弾を踏んで、ちゃんと解除してあげてからフィストを発動していって、相手のクイーンの方を、処理していってあげるみたいな、そんな感じでやられてましたね。で、ロイちゃんは、能力発動していってから、マーカー5とかで、ここら辺の回収、やっときましょうか。をやっといてあげて、で、あとは、まあ、バルーンで、ここの、対空爆弾、あ、てヒーラー1体しかついてなかった、危ね。ついてなかったんで、で、しっかりとカットの方していってあげてからの、トゥン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 と出していってあげて、さあ、これでいけんのかな。あ、で、あと、ウォールバースト角度をつけて、ここ、開けていってあげないといけないらしいです。で、さあさあさあ、スーパーボールブレーカーも出していってあげての、で、ここで、そろそろ、タギ取られ始めんで、対空砲の、タギ取られ始めるんで、ここら辺で、ドラゴンライダーを展開していってあげながら、さあこれどうなる、いけんのか、本当に呪文なしで、これいけ、ほいける、持ってんよね、ユタ絶対、ユタ絶対持ってんだろ、絶対持ってるでしょ。で、これもカットしておいてあげて、バルーンで大砲とかカットしておいてあげて、さあこれでいける、クイーンはもうちょっときつそうだけど、いける、本当にこれ本当にいけんのか。いやもうクイーン、クローク入っちゃったんで、これであとはこれでカットの方をしてってあげて、さあどういけるのか、これちょよーく見ていこう、よーく見ていこう。で、ドラゴンライダーがちゃんと展開してって、いやきついよ、さすがに、さすがにきつい感じになって、きつい要因になってる、いやきついっしょ。ああもうクイーンが謎に壁叩いてるし、これどうなんの、これ、いや呪文使いて、マジでマジで呪文使いたい。あ、でもクイーンが外れて、シングルインベイ壊せばあるよ。普通にある。あ、いけんぞこれ。割とガチでいける。ガチめにいける。あるか。マジでユタ。ごめんユタ。お前持ってんだろって思ったけど。いけるぞこれ。あるある。いや、ちょっと、ここのリクスケつらい。リクスケつらいけど、でもタギ取ってるから、クイーンが。クイーンがタギ取ってるんで、これ、やっていけば、いけるぞ。あるぞあるぞ。本当にいってる。待って待って、抜く時間、抜く時間、ギリギリ。来た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 。あっ、一発で取れた。ユタ疑ってごめん。本当に一発で取れた。ちょっともう、もう一回やっていこう。はい、ではもう一回やってみましょう。これで取れたらもう本物よ、あの男。本当にヤバいやつ認定します。ユタ14はやばいやつってみんな覚えて帰りましょう。これで削りの方をやっていく。さあ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 、でこれで対空砲
折ったタイミングですよ。折ったタイミングで OK 出していく。で、アーチャータワーの滝をしっかりとキングで取ってあげて、ベビドラで大砲とカットの方でやってってあげる。やってってあげて、さあこれ大砲が壊れるタイミングでロイヤルチャンピオン差し込み。いやこれね、さっき一発で取れたけど2回連続で取れるかどうかだよね。取れる自信ないけどね。そんな2回も何回もそんな何回も取れたら取れる方でクラクラ甘くないですからね皆さん。そんな甘くクラクラね甘く見ないでいただきたい。はいはいはい、追っていったでガゴとかで、ね、これもねあらかじめ回収の方ねやっといてあげて、さあどうなる。ちゃんとババも、あそうだ2層目開けてってあげないと。2層目あキングたちが変普通に開けてってくれて2層目。じゃあここ壁を、ウォールバスターで開けていってあげて、さあであとはバルーンでトラップ、さっきもうさっきの要領です。さっきの要領でで、トラップチェックをやってってあげて、ウォーデン差し込んでってあげましょう。で太鼓のタゲ取りとかも少しやってってほしいんで、でプープーしてってあげて、ちゃんとねトーンもかけていってあげて、あこの大砲とかもへっしょっておいてあげないとちょっと困るな、ちょっと困ります。でクイーンが早くマルチイベを壊してくんないと。いいよいいよ、少しでも対空砲の攻撃を吸ってくれたのがでかい。対空砲の攻撃を吸ってもろていただいて、さあ迫撃砲もちゃっちゃと壊して、ちょっとオッケーオッケー、クイーンがいい感じに向かってる。クイーンがタゲ取った、ちゃんとタゲ取って、これもうロケットバルーン出しとこう。ロケットバルーン出しといて、で、あ、そうだ回収出すの忘れてた。完全に回収出すの普通に失念していた。やばいぞこれ、いけるかどうだ。クイーンはもうクローク使ってしまった。で、さあいけ、対空砲壊して、クイーンが壁を殴ってしまった。どうなるこれ、どうなる。回収は OKOK、 回収も OK、 回収は OK だから。いやキング落ちたぞ。さあどうなる、シングルインフェ、いやクイーンがシングルインフェタケ取られた。シングルインフェタケ取られて一回外れていく。なんか奇跡起きた。腕 OK、 シングルインフェ構成もある。いやダクリタンクじゃない。さあどうなる、これもう残ってるし。いやガゴたちがここで やってきて、どういけるか。ヒーラーどんどん焼いてて、ギリギリ痛い、2回連続。あすげえ、白熱した。2連続で皆さん取れましたよマジで。はい、ということで今回はですね、去年のクラクラ世界選手権、世界2位になった日本クランのリーダー、クイーンウォーカーズリーダーのユタがね、呪文なしでも6月予選チャレンジクリアできますよって言ってたんで、おいおいふざけんな、そんな簡単に取れるわけねえだろうと思って実際にやってみたっていう動画お送りしていきました。いや本当に取れるとは思ってなかったんで、マジでね皆さんもね、ちょっと呪文なしで前回取ってみて、でクラメンや友達にどうやってみてはいかがでしょうか。でこういう風にクラクラ実況をメインで日本人初のチャンネル登録10万人目指して頑張っておりますので、ぜひともチャンネル登録とあとはねグッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。